はい、皆さんこんばんは。今日は2020年10月12日ですね。おーね、なんか蒸し暑いですね。雨が降るのかな、しばらくね、ちょっと涼しかったのね。今日は蒸し暑いです、京都はね。はい、今回はね、この札幌一番ね、有名ですね。袋麺のラーメンにいろいろとありますがね、まあ味噌ラーメン、塩ラーメン、それとこの醤油味の中から選んで購入してます。常日頃はね、味噌も塩もとっても美味しいですがね、今回は醤油味をいただきます。これでね、このままいただくと醤油味のあっさり味となるんですが、溶き卵、チャーシュー、青刻みネギ、それとコチュジャンを少し入れるとね、コクのある旨味が加わり、より美味しいです。まあこれ1食分、まあ麺とスープと薬味が入ってますけどね、1食分がね、約60円とお安いですね。まあ十分満足な即席麺です。それじゃあね、作っていきましょう。はい、これ水 500ml を入れて今沸騰させてますね。ほんまにね、この安くてね、結構おいしいからね、もうやめられんね。2分ぐらいしてからこれ溶き卵を入れます。ちょこはい、ここでコチュジャンをね、少し入れます。これぐらいかな。ごっつ風味出るしね、コチュジャン。よいしょ。はい、火を止めて醤油スープを入れましょうね。もうラーメンらしいね。付属の特製スパイスを入れますと、即席麺でもね、なかなか美味しいよね。十分美味しい。